はい、洋平君、お疲れお疲様れ様でです。す。お疲れ様。今年11月ね、レヴィ、楽しみましたか？楽しかったです。楽しかった？なかなか、ワールドカップなんで、雰囲気もかなり盛り上がって楽しかったですし、テンション上がった？上がりまし上た。がった。そっかそっか。レヴィはワールドカップスラロームね。スラローム種目は初めての出場でしたね。そうでした。そうでしたね。初めてでし GS た。はアルタバディアかな。そうですね。レビはどんなコースでしたか？上が平らで、ウェーブがあって、で、途中でカクンと落ちて、そのテレビで見るより、なかなか結構急斜面で、急なの？そうですね、ジャイアントぐらいはあおると思います。お、いいじゃない。で、バーンも氷で、かなりその、難易度としては、ワールドカップのオープニングをやるんで、簡単ではないコースでした。なるほど。そう、でもアイシーの方がね、バーンが氷の方が得意じゃん。そうですね。そうですよね。でも荒れてたね、見てたけど。そうですね、なかなか固まりきらきってなかったっていうか、ちょっと暖かいもんな。そうですね、40人、50人ぐらいになったら、やっぱりその、かなりバンピーになって、板がその、キョドったりとか、バンピーって何ですか？バンピーってボコボコって言いますか、ああ、そうですね。僕結ら分から構ないですよ、人は。荒れてて、なかなか難しかったです。そうですね。まあでもナイスチャレンジだったと思いますよ。非常に見ててワそクうワですね、クした途中まし。ではしっかり攻めきることはできたと思います。そうですか。ただ、最初のパートはゲベでしたよゲベでね。した。緩斜面にまだ課題残りますね。そうですね。まあいろいろ応援してくれてる皆さんにメッセージを一つ最後にお願いします。これからも、しっかりやるべきことをやって頑張るんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ、よ頑張ります。し。小山陽平、いいトレーニング。